貸切バス、九州観光バスは、福岡県福岡市博多区岩木町10番18号に、本社を置いていた観光バス事業者、西日本鉄道の子会社である、1959年6月26日設立、西鉄グループ観光バス事業の再編により、2008年4月1日付で、西鉄観光バス及び西鉄北九州観光を、九州合併し、同時に社名を、 西鉄観光バスに解消した。本記事では2008年3月31日までの情勢について記す。一般貸切バス事業のほか、九州急行バスが福岡、長崎間で運行する高速バス、九州号についてお盆、年末年始などの繁忙期には、続行便の運行を住宅していた。また、福岡市西区の名の浜駅と、 ショッパー・アッツモール・マリナ・タウン及びマリノア式福岡を結ぶ無料シャトルバスを運行していたが、運行が中止された。かつてはタクシー事業も行っていたが、1999年4月に同じ西鉄グループの東、福岡西鉄タクシーに譲渡された。シャトルバスについては後日、西日本車体工業製ボディの日の自動車製車両が大半を占めていた。 ボディは CI、C2、SDI が混在していたほか、2006年からは、西鉄グループ初の J バス製ボディの車両を導入していた。日野以外では、2004年に、三菱不走キロリットル MS86MP を2台導入していたほか、西鉄から譲渡を受けた、イスズ車が存在した。日野9メートル西高 CI 貸切バス9メートル車として、 純正ブルーリボン1台のほか、全国で唯一となる、西高、C 型を仮装した日の9メートル車を1台、保有していた。2005年には、西鉄グループ会社より、中型の三菱不装純正アロミディを1台、譲り受け。2006年には、UD トラックス製 RP を、西鉄グループ会社より1台譲り受けし、3列シートへ、改造の上使用していた。2007年には、 西鉄バス両地区から西高ツ2ボディの日産ディーゼル RP を一台譲り受けした。車両塗装は独自のもので、クリーム色地に赤、朱色、大色の3色のラインを入れた塗装となっていた。西鉄から大量に車両譲渡を受けていた頃に西鉄グループ共通の白色地に黒、朱色、金色のラインの塗装へ変更を進めていたが、2003年頃から、 元の塗装に戻された。廃車となった車両のうち一部が、西鉄グループのひたバスに譲渡されていた。また、西日本鉄道や、西鉄バスクルメへ譲渡されたものもあった。異色の存在としては2001年運行開始した、西鉄高速バスの福岡下関専用として、日野の C2 が4台譲渡され、高速転用改造を受けた上で使用されていた。 名野浜駅とショッパーズモールマリナタウンマリノアシティ、福岡を結ぶ無料シャトルバスを運行していた。名野浜駅ショッパーズモールマリナタウン間のシャトルバスは2000年に運行開始。当初は自社が保有する貸切車を使用したが、後に西鉄から譲渡された大型一般路線車に置き換えられた。運行最終時点では西鉄から譲渡を受けた。 日産ディーゼル UJP211NTN1 台が専用車となっていた。2008年3月31日限りで運行を終了している。目の浜駅、マリノアシティ福岡間のシャトルバスは、マリノアシティがオープンした2000年10月19日に運行開始。九州観光バスは平日のみ運行し、土日祝日は西鉄が運行した。運行開始当初から、 大型一般路線車が使用された。2002年7月19日限りで運行を終了し、翌日からは昭和自動車による一般路線に切り替えられた。ありがとうございます。